皆さんどうもこんにちは。毎度おなじみうぷ主のミーです。やっほー、同じくおなじみスーパーレイムちゃんよ。いつ進化したの？ついにマリオの新作が出たか。え、これマリオメーカーじゃなかったの？マリオメーカーじゃねえわ。そうです。こちらのニュースーパーマリオブラザーズ U デラックスが本日ついに発売されました。前作のニュースーパーマリオブラザーズ U を遊んだことがないからすげえ楽しみなんだぜ。コースがかなり多いみたいだからやりごたえがありそうね。それではやっていきましょう。でね、その後あいつぶっ飛んでいったわけ。一体何の話をしているんだ。お城が揺れた。どうせあいつよ。ああ、どうせあいつの仕業だろうな。やっぱりあいつだ。あいつ呼ばわりされてる。あんた本当に懲りないわね。その不屈の精神見習いたいもんだわ。ほんとほんと、ある意味すごいよ。なんかどこかで見たことあるような巨大な手が出てきやがった。うわ、バイ、マンか。あ、ピッチ姫。何をする？さあ、勝負あぶん。じゃんけんがしたかったのか。なわけあるか。飛んでけー。ああ、マリオたちが。せっかくゲス話を茶会してたのに。解散して正解だったかもな。結構遠くまで飛ばされちゃったね。どーんぐーりこーろこーろ、どーんぐーりこー。こうして若者たちは謎の空賊集団に復讐するべく、今立ち上がる。RPG っぽいな。あれ、他の連中はどこに行ったんだ。このゲームキャラによって難易度が変わるみたいで、まずはおなじみマリオさんでプレイしていくよ。なるほどね。なんかこういうマリオっぽいマリオ久しぶりに遊ぶ気がするわ。まあ確かに。お、どんぐりが出てきた。このモモンガマリオを見たことならあるけど、実際に操作するのは初めてね。おお、ふわっと飛べる。ふわ、ふわわわ、ふわふわ。はよ進めや。モモンガ楽しい。わかる。モモンガだと優雅に空を飛べるから、ジェリーマリオやってるみたい。あれも飛べるけどこれと全然違うわ。1の1、楽勝にクリアできました。この調子でどんどん進みましょう。お次はやべえやつのいる1の3に挑むよ。きっとこのステージの一番奥にはハゲたクッパみたいなやつが待っているんだ。今頃あいつ泣いてんぞ。マジでやべえやつだった。このステージはいろいろと仕掛けが多そうだね。大丈夫大丈夫、スピランやりまくってんだからこういうのは慣れっこでしょ。スピランとこれじゃわけが違うだろ。冷凍カロン一丁上がり。へえ、こんなこともできるんだ。こんなこともできますよ。今日眠れないかも。瞬時に冷凍瞬時に解凍、めちゃくちゃ便利じゃない。解凍というより粉砕だろあれ。はいはい、冷凍瓶が通りまっせ。ああ、太郎だ。太郎どころか全員吹っ飛んでいったよ。この冷凍瓶恐ろしや。この力を使えばブンブンなんて余裕で倒せそうじゃない。確かに、カロンでさえこんなにあっさり倒せるんだもんね。すぐにブンブンブンのところに行くぞ。蜂が飛ぶみたいな呼び方やめろ。この大きな鉄の扉の先に奴が待ち構えているはずよ。お邪魔しまーす。このゲームで初めての中ボス戦。サクッと倒して先に進みましょう。誰が間抜けだこの野郎。幻聴が聞こえたみたいね。わあ、僕が何したって言うんだ。すげえ勢いで氷漬けにしようとしてただろうが。よし、ブンブンは頭が弱いぞ。頭が悪いみたいに聞こえるんだけど。そうか、お前頭が弱いんだな。算数0点で何が悪い。本当に頭悪かったわ。よし、あと一発踏みつけたら勝ちよ。いけい、思いっきり踏みつけろ。あ、はっは。全然笑えねえ。なんだったのかしら今の。とりあえず無事勝ててよかったな。そしてピーチ城とピーチ姫は救われた。勝手に終わらせるな。中ボスも倒したし残るはこのステージのボスだけだね。どうせクッパの子供の一人が相手よ。もっと期待してあげて。ということで今回も前回に引き続き、ニュースーパーマリオブラザーズ U デラックスを実況していきます。前回は中ボスのブンブンをぶっ飛ばしたところまで進んだのよね。ああ、氷漬けにしようと攻撃しまくってたぜ。今回はこのステージのボスを倒そう。クッパの子供をケチョンケチョンにしてやるわ。随分と傾斜の激しいステージだな。あんた欲お尻に火がつかないわね。ついてるついてるー。今なんかお尻が熱かったな。もうあんな滑り方しないことをおすすめするぜ。そうそう、前回のモモンガじゃなくてムササビなんだってよ。ムササビかー。またタビとどう違うの？全然違うわ。ムササビとモモンガって飛び方とか見た目が似ているけど、体と目の大きさが全然違うんだ。そうそう、ムササビの方が体が大きく、モモンガの方が目が大きいのよ。何この気持ち悪いイラスト。ああ、ヨッシーか。ちょっとヨッシーくん待って。ああ、なんで待つしかねえんだ。あら美味しそうなリンゴ。このリンゴを食べるとヨッシーがアイテム入りの卵を産んでくれるんだ。
へえ、じゃあどんどんリンゴを食べなさい。僕をなんだと思ってんだ。でも食べちゃうんだな。そんなにうまいのかよそのリンゴ。よっしーありがとねー。しまった、マリオのやつにいい思いさせちまった。相当マリオのこと嫌いだな。いけ、よっしー。よしー、なぜだー。お前のせいだろうが。別にヨッシーなんていなくてもクリアできちゃうもん。お前が不真面目じゃなければな。この調子で次のステージもサクッとクリアだ。お次はキノコステージよ。おいおい、ちょっとでも足を踏み外したらおしまいじゃねえか。自慢じゃないけど僕こういうところで足を踏み外したことないんだよね。どうして嘘とわかる嘘をつくんだろうか。このキノコグラグラ動くんだね。足場が不安定だとどういうわけかマリオの状況も不安定になるわ。頼むから落ち着いてくれ。なんだ、このクリボーが若干潰れたようなやつ。怖っ。おい、お前主人公のくせに俺たちの名前も知らないのか。はい、すんません。じゃあ他に俺たちの名前を知ってるやつは。どいつもこいつも知らねえのかよ。すんません。それじゃあ今日覚えていけよ。俺たちの名前はカキボーだ。クリボーじゃなくてカキボーだぞ。あ、そう言われてみるとなんかカキっぽいかも。カキボーなんて敵キャラがいたのねー。僕はどう見てもカキには見えないけどなー。そっちのカキじゃねえからな。おっとここで中間ね。ねえねえ、これってあとどのくらい。どのくらいか知って何になるんだ。あと少しでゴールだったらハイテンションに。遠かったら怠けます。どうしようもねえなこいつ。そうだよ、カキボーの言う通り。今あいつリズムに乗って踊ってなかった。なんでそんなキレ気味なんだよ。パックンたちの神々音がイレバパカパカさせた音に似てるね。ほんとだ。聞いたことあんのかよ。イレバといえば、昔、私の弟がひいおばあちゃんのイレバを盗んできたことあったなぁ。なぜイレバを盗んだんだろうか。とうとうこのステージのボスが松代までやってきたわ。結構早かったよね。まあ最初のステージだしそこまで難しくないんだろうよ。あ、ズルしてるわよ。こりゃ楽ちん楽ちん。楽なのは最初のあの場所だけでした。ああ、あとは真面目に来たぜ。それじゃあ初めてのボス戦、一挙張り切ってやっていきますか。熱々マグマな場所かと思ったら。出た、クッパファミリーの巨大戦。船から降りてきてくれるか、自分が船に乗るかのどちらかだろうな。ひいひい、僕はもう若くないんだからこの階段やめて。その格好で空を滑空しまくってるくせによく言うぜ。あ、自分があの船に乗り込むんだ。マリオ砲、発射。うまいこと乗ったぜ。最初の相手はレミーね。おーおー、上手上手。感心している場合か。マリオ、この爆弾で吹っ飛びな。値段にもよりますけど。金積まれれば吹っ飛ぶのかよ。そりゃあ吹っ飛ぶんだもの、保険金は必要よね。もうやだこいつら。レミーも踏みつければ OK なんだね。それなら楽勝楽勝。本当に簡単に倒しちまった。これにてステージ1クリアということで、今回はこのゲームに私が出て実際にコースを駆け回りたいと思います。言っている意味がわからねえ。あんたが出るなんてどういうことなの。なんとスマブラと同様にこのゲームでも自分のミーを使って遊ぶことができるんです。ま、マジだ。本当にウプ主が出てるわよ。とうとう私が活躍する時が来たか。なんかすぐやられそう。強さは一切感じられないわね。ボロクソ言われてる。とにかく今回は私が華麗にステージをクリアしてみせます。ミーが使えるモードはブーストモードといって、何種類か用意されているゲームパックの中から選んで遊びます。今回ウプ主が選んだパックはアスレチックパックだな。おお、この目がやべえ。チビヨッシー飛べるのね。うん、すごく快適。こいつは一体どういう仕組みで膨らんでいるんだろうか。そういうのは直接本人に聞いた方が早いわよ。ああ、なんで俺が飛べるかって。そいつは自分でもよくわからねえ。わからねえのか。そしてどうしてこんなアホ面かっていうと、そいつは自分でもよくわからねえ。何もかもわからねえじゃねえか。以上。なるほど、そうだったのか。何がなるほどなんだ。原理はわからないけど、このチビヨッシーを使えば楽々に進めるわね。うんうん、足場が危険なこのステージにはぴったり。ん、スピードアップ。あ、そうそう。このアスレチックモードは、見ての通り強制横スクロールで、コインを取ると、スクロールの速度がどんどん上がっていくんだ。コインを取ると速度が上がるだって。コインなんて取らない方がいいだろ。いや、きっと何か報酬とかに繋がるはずよ。そうじゃなきゃ何のためのコインかわからねえな。快適な空の旅。これアスレチックって呼べるんか。こんな快適なアスレチック私知らない。
ああ、習慣取り忘れた。こういううっかりもあるのでご注意くださいね。手遅れだよ。チビヨッシーはエンジンモードとかないわけ？エンジンモード。ないないない、俺はただ膨らむだけであとは風任せなんだよ。コインの取りすぎは命取りってことだな。俺雑食なんだぜ、知ってた。自ら食った。チビヨッシーすげえ。パックンだって俺にかかれば。空も飛べるわ、何でも食べるわ。あんた、このまま成長しない方がいいわよ。そうかな。ヨッシーだって頼もしい相棒だけどな。あ、ようやくゴールまで到着したわよ。やったー、チビヨッシーくん本当にここまでありがとう。なーに、いいってことよ。その後はチビヨッシーくんと離れ、一人で進むことに。ああ、あいつは、ズボン、ダボン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 。マリオテニスぶりに見たな。あいつ岩を落としてプレイヤーの邪魔をするなんて、随分と古典的な方法で攻撃するのね。しかもあの岩、自分の口から出してやがる。ひぃー、なんて恐ろしいの。あ、ウプ主死んでた。おのれー、ダボンめ。あ、これってもうゴールなんじゃない。ああ、ようやくゴールだぜ。あと1ステージ、残機5機でなんとかクリアしてやる。次のステージは桁違いに難しそうだぜ。あ、ちっちゃいドッスンだ。オイラの名前はコトン。左右に大きく動くんだね。コトンが何体も出てきたらマジで厄介だろうよ。ふぅー。危な、ちょ、いきなり落ちてくるのやめてよ。その後一気減らしちゃったけど、なんとかボス部屋前まで来れました。アスレチックモードなのにボス戦まであるのか。相手は誰かしら。あ、キャサリン。人違いよ。人の船に入ってくるなり失礼なやつね。グッドファミリーの好一点、ウェンディーちゃんがぶっ飛ばしてあげるわ。あ、ありえない。容赦ねえな。これにて、アスレチックモードクリアー。コクッパとの戦いよりステージの方がむずいんだよな。あれ、あれだけコイン集めたのに報酬は。やあ、はじめまして。オイラはトッテン。無敵の反則野郎さ。無敵の反則野郎。あ、これはやばい。これのどこが無敵の反則野郎なんだ。さっきのはなしにしといてください。このトッテン、本当にゲームバランスぶっ壊し野郎なんだよ。おかしいな、疲れているのか。トッテンがクリボーをすり抜けたように見えたんだけど。絶賛すり抜けまくっているんだぜ。これがトッテンの敵をすり抜ける無敵の能力だ。すげえ、こんなことできるキャラがいたなんて。甲羅に当たることは当たるが、ダメージは食らわないんだな。敵キャラの存在意味が問われるだろう。ああ、クッパ軍団からすげえクレームが来そうだぜ。すいません、ちょっとあのウサギなんなんですか。申し訳ございません、お客様。僕たちのいる意味ないじゃないか。いやそのようなことは。トッテンは落下しない限り、攻撃を一切食らわず、常に無敵状態だから、安心して進めることができるね。とんでもねえキャラがいたもんだぜ。悪いねえ、クッパ軍団のみんな。もちろんトッテンを使うとゲームがとても簡単になります。自由にフィールドを駆け回れるのって幸せ。トッテンって前作のマリオ U で登場したキャラクターだよね。そうだよ。クッパジュニアみたいなマスクしているけど何者なの。ふふ、オイラの正体は誰も知らないよ。ビジュアルからしてマリオ側って感じじゃねえのに、プレイヤーがこのキャラを操作できるのも謎だよな。裏技、コイン取り。何が裏技だ。ステージがオイラを始末しようとしてる。自分から落ちたんだろうよ。ゲームが下手な姉ちゃんにとって、トッテンは強い味方だね。でも落ちたらダメだから、落ちても大丈夫だったらな、多いんだけど。それじゃゲームが面白くなくなるわ。この調子でどんどん進んじゃうよ。敵の城まで敵を貫通しながらやってきたぜ。ただただ走ってきたってことだね。砂漠のボスはごっついコクッパだったな。あのごっついコクッパはまさかこんな反則野郎が相手だとは思ってないだろうね。オイラの能力を知ったらびっくりするぞ。段差にさえ気をつければスイスイ進める。敵のタイミングに合わせる必要がないのがいいよね。火の玉だってなんのその。なんだあいつ。ちょっと火の玉さん通りますけど気にしないでくださいね。あんなところにボス部屋の扉が。追ってまします。いざ、ボスの船に。何の音。船の顔喋れたのか。さあ来いマリオ。なんだお前は。俺はてっきりマリオがここに来るとばかり。まあいい、これでも食らえ。
な、なぜ当たらないんだ。お前が変な方向に吹っ飛ばしたんだろうが。あ、はっはっは、ノーダメージノーダメージ。な、なんだこいつ攻撃がつかないんだけど。今さら気づいたか、間抜け。もしマリオだったらあのサボテン全部回避しないといけなかったんだよね。特典のおかげで回避する必要がなくなったから安心して攻撃できるよ。くっそー、どうなってんだこいつ。攻撃を当ててもダメージを食らわない相手なんてどう倒せばいいんだ。苦しんでる苦しんでる。それに一向に当たらないのはなぜだ。だからお前が下手くそだからだよ。この、今度はこっちの番だ。いってー、お父さんにも殴られたことないのに。意外とクッパは優しいんだね。あと一発踏んづけたら取ってんの勝ちだよ。そんなこと、絶対にさせるものか。この、卑怯者を。いい踏み心地でした。砂漠のステージも無事クリア。またオイラを呼んでねー。あれ、ルイージ。今回は、ルイージを使う難しいモードで遊んでみようと思います。え、どうしてルイージが難しいモードなの？その理由はすぐにわかるよ。残り時間が少ない。スピランみたいだな。それもあるけど、ルイージ自体の操作がマリオより難しいんだ。空中を歩いていたのは見間違いか。見間違いじゃなかった。ルイージはマリオに比べてジャンプが高く、滑りやすいんだ。落ち着きもねえな。滑りやすいって、布団が吹っ飛んだー。的なこと、違うだろ。歩いててツルツル滑るってことだね。え、地面が凍ってもいないのに、何か靴に仕掛けでもあるのか。マリオだ、マリオのやつが犯人だ。時間も短ければ操作も難しい。これは舐めてかかったら痛い目見るね。時間に焦って取り乱さないように確実に進んでいきましょう。あれ、どうして僕が空を飛んでいるんだ。今までの記憶どこ行ったんだ。あ、そうか。兄さんが爆散したから代わりに僕がピーチ城を目指しているんだ。爆散。まあいつもいつも兄さんばかりかっこいいところ見せてるし、たまには僕が主役でもいいかもね。こんな序盤からガスバーナーが出てくるなんて、ちょっとルイージに厳しくない？確かに、誰がこんな。マリオだ、マリオのやつが仕掛けた。なんかコインもすごい速度で移動しているよね。こんな鬼畜なモード、誰が好き好んでやるのよ。兄さん目、自分はぬるま湯に浸かりやがって。あ、珍しくうまくコインが取れたわ。あのコインはざと取りづらいところに置いてあるからなかなか取れないんだよね。ギリギリ中ボスの部屋まで到着。本当にギリギリだ。でも100秒プラスされたからこれなら中ボスも倒せるわ。よ。この時ブンブンは苦しんでいた。目の前に立つ男に確かに見覚えがあるものの、名前が出てこなかった。思い出せなくて暴れてたのかよ。ま、マリオだな。おいこら、僕は兄さんじゃないぞ。すご、今の踏みつけ一切無駄がなかったわ。空中を歩けるルイージだからできることだね。ああ、そうだ、お前の名前はルイージだ。この野郎今頃思い出したって遅いぞ。な、なかなかやるじゃねえか。危ない。何が起きたのか私にもよくわかりません。はい、次。しかし、想像以上の難易度によりルイージはここで敗れた。というかクビにされた。ボス戦はキノピーチで挑みたいと思います。キノピーチはキノピコがスーパークラウンを使うことで変身する。霊夢ちゃんのようなスーパーキュートな姿なのよ。霊夢ちゃんのようなはつけなくていい。キノピーチは二段ジャンプできたり、ピーチ姫みたいにふんわり浮くことができるんだ。おい、そのまま落ちたら。復活した。一度だけ落下が無効になるのよ。ダメージは食らっちゃうんだけど、とっても便利な能力を持っているから、ボスまで簡単にたどり着けちゃうよ。キノピコ自体もかなり遠くまでジャンプできるわ。キャラクターそれぞれに特徴があって面白いぜ。ということで時間もかなり余裕がある状態で到着しました。え、ピーチ姫。ふふ、似ているでしょうけど残念。私はキノピーチ。え、キノピーコ。あながち間違ってはないぜ。違うわ、キノピーチよ。キノコかモモかはっきりして。だいぶ混乱してるぜこいつ。まあそれはかわいそうに。私が天国へ連れて行ってあげますわ。キノピーチはバイオレンスなピーチ姫だと思ってください。ほぼほぼ浮いてるわよ。はい、おしまい。こんな過激なピーチ姫はピーチ姫じゃなーい。だからキノピーチよ。今回はお題モードに初挑戦します。挑戦してもらう方はこの方。え、もしかして、ヤミーか。あ、みんな久しぶりだな。我らがヤミちゃんに次々と出されるお題をクリアしてもらいます。今回は安心して見ていられるわね。
ああ、どこかのポンコツとは大違いだからな。一体誰のことを言っているのかわかりませんが、それではやっていきましょう。腕が鳴るぜ。最初のお題は、踏んでかき棒です。こいつらを連続で踏めばいいんだな。お見事だぜ。綺麗にかきが踏まれていったわね。これはウォーミングアップと言ってもいいでしょう。続いてはこちら。岩ヘムの上のノコノコさん。これもさっきみたいに連続で敵を踏めばいいんだな。ムササビ状態でうまく敵から敵へと飛び移れってことか。ねえねえこれって、ちょっとでも地面に足がついたらおしまい。その通り。一度でも足が床につけばその時点で即終了という厳しいルールだよ。このムササビ状態、意外と難しいな。確かに、操作を誤ると大変なことになるぜ。でもさ、初めてなのにウプ主より安定してるよね。うんうん、ウプ主なんて見てられないよ。この、そこまで言われちゃ私が。ダメだ挑発に乗るな。果たして闇ちゃんはどこまでポイントを稼ぐことができるのか。闇ちゃんよ、自分の限界に挑むんだ。あの、できればこの辺で終わっていただきたいのですが。ノコノコが先に根を上げた。あ、これやばい。終了。くそ、あと少し早く着地できてれば。お次は、クリボーぴょんぴょんというお題です。連続でクリボーを踏み続けてスコアを稼ぐんだぜ。土管から出てくるクリボーを踏めってか。しかも雲のせいでクリボーが飛び跳ねてるわ。これは着地のタイミングを測りづらいぜ。クリボーをうまく踏めない場合はゲーム終了なのでお気をつけて。あれ、今回はウプ主じゃない。ウプ主じゃなかったらまずいぞ。油断するなよみんな。どういう意味かな。あんた、みんなに舐められててなんかかわいそうに思えてきたわ。霊夢さんの顔がかわいそうって顔じゃないですよ。ということで闇の結果は2アップだったぜ。クリボーの変則的な動きに合わせるのが難しかったぜ。お次は壁に追い込まれた3匹のカロン。というお題です。え、今回はムササビじゃないの。壁キックをうまく使ってカロンを連続で踏んでスコアを稼いでもらいます。これはかなりの難易度の高さだぞ。もう一回。一度踏んづけたカロンが復活するまで、壁キックで待ってないといけないから大変ね。この壁の絶妙な距離感、闇ちゃん頑張って耐えるんだ。これはしよう、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 これはしよう。自信を洗脳してるぜ。カロン早く復活しろ。あの闇ちゃんでも連続壁キックは答えているみたいね。絶対に地面につくものか。カロンを踏んづけた後、体勢を立て直すのが一番難しいね。よし、カロンを壁際に追い込めたぜ。すごいわ、これで無駄なく壁キックして踏みつけができる。ということで闇ちゃんの結果は24でした。これでもまだ銀なのか。お次は私をゴールに連れてって、です。ジョロプーをリフトに乗せてゴールまで連れて行けだって。あら、このリフトの数字は何かしら？ああ、これはリフトの定員だよ。1ってことはあと1人乗れるってことか。そうそう、もし定員オーバーしちゃったらリフトは毒の沼に沈むのさ。定員オーバーしないように、乗ってきた奴らを容赦なく倒してねってことだね。怖すぎる。ルールは理解したが、おいモグラ、なんで私の後を追いかける？惚れてやがるって、クリボーが乗ってきやがった。じゃあ、闇ちゃん助けて。闇ちゃんとんでもない奴に好かれたわね。闇ちゃんってすごく勇ましくて、とっても男前よね。なぜだ、どうして可愛いと言われない。いや、闇ちゃんもうゴールよ。ほら、あっという間についちゃったね。主、もっと難易度の高いお題を持ってきてくれ。え、やけじゃないよね。ってことで闇ちゃんのお題は次回も続きます。どんとこい。ということで今回は前回お送りしました。闇ちゃんにお題をクリアしてもらう、お題モードの続きをやっていこうと思います。どんどん難しくなるお題を闇ちゃんはクリアしていけるのか。それじゃあスタートだぜ。それでは闇ちゃん、引き続き頑張ってください。ああ、今回もじゃんじゃんクリアさせてもらうぜ。このお題はあいつらが投げる火の玉をひたすら避け続けるってお題よ。これ毎回タイミングを測るしかねえから難しいぜ。おらおら、さっさと当たっちまいな。二つの火の玉の間隔が長い。ギリギリクリアね。ウプ主だったら最初から当たってたぜ。それじゃあ次行くぜ。お次はムササビ状態で、連続ジャンプをしてもらいます。ひぃー、ブラックパックンの海じゃない？ちょっとでもかき棒を踏めなかったらおしまいだぜ。じゃあ、ブラックパックンだらけー。こいつらもビビってやがった。地面に足がついてもダメだったんだったー。次は絶対に床に足をつけないぜ。見ているこっちもヒヤヒヤするわ。かき氷食いながら見てるからだろ。ちょ、これどっちに進んだらいいんだ。氷の女闇ちゃんが珍しく焦っております。このお題マジでむずいぜ。くー、このムササビ状態半端ねー。かき氷のいる位置に完璧に着地しないといけないからね。よ、
この状態って優雅に空を滑空できるから素敵と思ってたけど、ヤミちゃんが苦戦しているのを見て、結構融通が効かないことがわかったわ。ふんわり上昇できるんだが、一度だけしか使えないから、使うタイミングがかなり難しいんだぜ。やったー、なんとかゴールまでたどり着けた。ここまで来るだけで一苦労だな。よし、まだいけるぜ、次も頼む。それでは次はより難しいムササビ飛行に挑戦していただきます。クックック、獲物が来た来た。どんどん岩を落としていくからね。おい主、難易度めっちゃ上がってねえか。気のせいだよ気のせい。このステージを作った人は相当ストレスが溜まっていたんでしょうね。上から横から石の嵐なんだが、うわあ。これって避けようと思って避けられるものじゃねえよな。さすがの闇もそう思うか。ある程度ならふわふわして調整はできるけど、運の要素が強いかもしれないね。石この野郎。石に怒りが湧いたこと初めてだ。石に怒ってる人を見るのも初めてなんだぜ。フラーイ。おーおー、ちょうど岩が落ちてこなかったね。よし、いい感じよ。やばいな、もう一度踏んで滑空するぜ。初めてここまで来れたね。おいおい、ここも左右から石が飛び交ってやがる。なんかもう少しな気がする。どうして私はこんなに死にまくっているんだ。ちょっとあんたたち石と岩はボールじゃないのよ。そうだそうだ、あの闇ちゃんがボロボロじゃないか。どうして私はこんなことをしているんだろうか。闇。そのままそのまま。焦らず慎重に、踏めそうなものがあればとりあえず踏んでおく。そうだ、丁寧に進んでいけばきっとゴールまでたどり着けるぜ。当たってない、断じて帽子に石なんて当たってない。思いっきり当たってたよな。あんなラッキーなこともあるのね。いけよっしゃー、ゴールしたぞー。本当に長い長い戦いだった。ヤミちゃんの粘り勝ちね。さあメダルは何色だ。よし、金メダルゲットだ。おめでとう。なんて、言うと。姉ちゃんたちの見てたら僕もやってみたくなってね。おいおい、前回の闇の挑戦見たか。あの闇ちゃんが四苦八苦してたのよ。え、そうなんですか。なんか自信なくなってきたぞ。大丈夫大丈夫、お題はいろいろあるし、気合でいけるものだってあるよ。そうだよね。よし、一挙やってやる。元気だな。まずは準備運動がてら難易度の低いお題に挑戦してもらうよ。70秒以内にこのステージをクリアしろってお題だけど、早くゴールできれば金メダルを獲得できるから、スピランだと思って走りなさい。わかりました。ちなみに、53秒以内で金、60秒以内で銀だぜ。敵はジャンプで回避して少しでも時間短縮します。ああ、それはいい作戦だな。三段飛びするとより高く遠くまでジャンプできるから活用していこう。だんだん体が温まってきたぞ。気をつけろ、その敵は複雑な動きをしてくる。一瞬危なかったね。ああいう飛んでる敵には要注意よ。この先の段差、把握してないんですけど大丈夫ですよね。大丈夫、落ちたらその時だから。大丈夫じゃねー。間に合うか。ああ、金メダル逃したー。惜しかったなー。あと2秒早かったらいけてたわね。次は金メダル取ります。お次はテレサの踊りをかいくぐってもらうよ。これで難易度星2なのか。ゆっくり着実に進んでもいいけど、金メダルを取るには走り抜ける必要があるわよ。ダッシュしないといけないのがめっちゃ難しい。このテレサたちは毎回同じ感覚で回ってるから、抜け道さえ見つけ出せればいける気がする。よし、もう少し。噛んで突破だー。いけたー。しかも金メダル獲得だぜ。あんた、ウプ主よりできるわね。もう一度やれって言われたら厳しいでしょうけど。ユウトのくせに生意気ね。それじゃあユウト、次はより難しいテレサの踊りを。ちょっと待ったー。ユウトばっかりにいい格好させないわよ。あ、はい、お前見てたのか。まさかユウトに次いで愛まで参戦するなんて。それに小さ。それもそのはず。このお題は、豆粒状態でテレサの踊りを回避してもらうお題だからね。ちょっとこんなに小さいなんて聞いてない。豆粒状態だと、ジャンプの飛距離が段違いなのよね。ユウトにできて私にできないはずがないわ。ああ、これも抜け道さえ見つければ必ず通り抜けられるぜ。さあ、アイ選手はここを抜け出せるのか。おやあ。次もその調子よ。はやあ。ラスト。うわあ、惜しい。お姉ちゃん、皆さん、見ててください。
これが私の全身全霊のダッシュです。すげえ気持ちがこもって嫌がる。なんかいけちゃう気がするわ。やったー、連続回避成功。でも惜しくも金メダルに届かず。ムキー、一瞬止まってなければ。お姉ちゃん、次のお題も私が挑戦するわ。なんて執念だ。お次はまたしても豆粒状態で崖登りをしてもらいます。崖登りといっても、地面に足がつかないようにね、とんだ鬼畜お題だな。ねえ、これって登った先にゴールがあるってこと？そうそう、ゴール目指してひたすら登るんだ。すげえ、普通なら届かない距離が豆だから届いてる。ちなみに、金メダル獲得のタイムは、25秒以内です。ビュート、ちょっとこれで金メダル取ってみてー。いやいやいや無理でしょ。これ25秒で登り切るってめちゃくちゃハードだぜ。私なら逃げ出すと思う。まず登り切ることが難しいわよ。お題を舐めていたわ。アイさん、メダルよりクリアすることを優先しましょうか。はい、そうさせていただきます。全然ゴールが見えないんだけど、本当にゴールなんてあるの？ゴールの存在を疑い出した。なんか道の場所にやってきたわ。もしかしてゴールまで近いんじゃない？かもしれないな。アイ、頑張れー。アイならいけるぞー。あ、もしかして。ゴールできたー。皆さんどうもこんにちは。毎度おなじみうぷ主のミーです。お腹がいっぱいになるとどうも眠くなっちゃってダメですね。寝てる。いやー、眠い眠い。いや寝てるでしょ。いやー、さっきご飯食べたばっかりで眠たいわ。霊夢もそうなのね。おいおい二人ともしっかりしてくれよな。そうだぜ、今回は私と主がメダル対決するんだからな。今回のルールを説明しよう。私と主が順番にお題に挑戦して、お題クリアでもらえるメダルの色の点数の合計が多い方が勝利だ。以上がルールだ、わかったな。はい。ってことで最初は主が挑戦してくれ。Pスイッチの効果が切れるまでにたくさんコインを集めたらいいんだね。難易度が低いから金メダルゲットできるかもな。やばい、もうすぐ切れるわ。あと少しだー。あの角が難しいぜ。終了ー。主が獲得したメダルは、あ、銅メダルだった。三段ジャンプでぴょんぴょんぴょんに挑戦するぜ。闇ちゃんどうかこけますように。おいこら。敵がいてもジャンプで回避、ひたすらコインを回収しろってことね。しかも制限時間が設けられてるから常に走り続けていた方がいいぜ。ああ、コイン1枚取り逃した。でもここで戻るわけにはいかないわね。ああ、せっかくスピードに乗ってるしな。あっという間にゴールだ。最後の1枚もダメだったか。闇ちゃんの結果は、コイン84枚でメダルは銀メダルでした。よっしゃー、ここで金メダル取って一気に点数稼ぐぞ。このお題は、ジュゲムが乗ってる雲を奪ってコインを取りまくるんだぜ。あいつ、自分が乗ってる時は雲が消えないのに、プレイヤーが乗ると、一定時間経過で雲が消えちゃうのよね。そうそう、どうして私が乗ると消えちゃうのさ。俺は心の清いものだけを乗せることができる。俺が消えるということは、お前の心が汚れているからだ。おい、これは。雲が消えないうちにどんどんコインをゲットしちゃいましょう。コインがくるくる回ってるから取りづらいな。これ全部ゲットできる人なんているのかな？いるわ。ここに、お前一度もこれやったことねえだろ。単純だけど難しかった。ということでうぷ主の結果は銅メダルでした。せめて銀メダル取っておきたかったな。続いては、風船ふわふわ空中散歩に挑戦してもらいます。出た、ちびよし。おお、こいつはすごいな。おや、お客さん初めてですかい？ああ、主が浮いてるのを見たことはあったが自分で浮くのは初めてだ。そうでしたか。チビヨッシーは思考停止してる顔だけど、すごい能力を持ってるのよねー。けなしてるんだか褒めてるんだか。このお題なんか楽しそうでいいな。乗せてくれるやつもいいやつだしな。ちょっとおりませー。ああ、もう銀メダル獲得してる。レイム、コイン好きだよね。レイムを使って闇のコインを奪わせようと企んでいる。お嬢さん、全部コインをゲットしましたぜ。ご苦労だったなチビヨッシー。またしても闇ちゃんに銀メダルを取られてしまった。だが次のお題でうぷ主が金メダルを獲得すれば、大逆転して闇ちゃんに勝てるわよ。そうだよね。まだ勝負は決まっちゃいない。よし、その気持ちに免じてハンデをあげよう。このお題は、今までで一番難しい。したがって、途中で時間切れになった場合、何度でも最初からやり直してもいいぜ。え、本当に？敵に接触してやられた場合もやり直していいことにしよう。闇ちゃんとんでもなく寛大なんですけど。ただし、コインを取り逃したからといってゴールできるのにわざとしない場合は失格だ。なるほど。その条件だったらうぷ主でもいける気がするわ。とにかく制限時間以内にゴールまでたどり着けなくちゃね。
もう、いくつやるの、このお題。ほんとだよ。今まで挑戦してきたお題の中で一番難しいわよこれ。闇ちゃんがハンデくれなかったらメダルすら獲得できなかっただろうね。ゴールまで全然たどり着けねえからな。おそらくここが一番の難所だと思う。この黒いべちゃべちゃ、無駄に速いのよね。タイミングがうまく合えば回避できるんだけど、合わないとズルーって下に滑って回避しなきゃならなくなるんだよね。3枚取り残しちまった。戻ってる時間はないわ。ここを一気に登ってゴールしちゃいましょう。ここでミスったら終わり、ここでミスったら終わり、ここでミスったら終わり。ああ、ついにゴールが見えたぜ。これなら間に合うわ。ようやくゴールできる。夢のゴール。メダルは銀メダルか。この勝負、闇ちゃんの勝ち。闇ちゃんよ、また今度リベンジしてやる。望むところだぜ。ということで今回は、久しぶりにマリオ U デラックスの、ストーリーモードを進めていきたいと思います。あたしにかかればちょちょいのちょいよ。キノピコは破格の性能だからな。それでは、ゲームスタート。うわぁ、この時期にぴったりの極寒ステージ。寒くないはずなのに寒くなってきたぜ。ほんと、どうしてだろうね。うわぁ、こいつどうなってんだ。ちょっと、雪がすごい積もってるじゃない。ユーギーやコーンコーン、ペンギンコーンコーン。なんだペンギンコンコンって。ありのーままのー。姿ー。これのどこがありのままの姿なんでしょう。ち、クッパは騙せてもマリサはダメだったか。クッパ騙せたんかい。キノピコはやっぱキノピーチになって本領を発揮するわね。戻ったけどね。あのペンギンね。ペンギンには見えないようにしてやるわ。どういう意味なんだろう、すごく怖い。あのペンギンブラさんの下はつぶらな目だったのね。お決まりな感じだぜ。ちょー、止まりなさいよ。お腹で滑って冷たくないのかな。回路張ってるので大丈夫です。一匹残らず倒さないと腹の虫が収まらないわ。この子怖い。まあまあ落ち着いて、ボスまで道のりは長いしのんびり行きましょう。それもそうね。お姫様が優雅に氷を滑るなんて素敵よ。私と同じくらい。最後の一言は流してください。あれ、骨が一斉に散っていく幻覚を見たような現実でした。今日の俺はいつもとは違うぜ。え、カメック、どら焼きに力をあげよう。何回もディスられなかった。何か。ああ、ブンブンの体が虹色に。なるほど、これがドーピングってやつか。虹色には光らねえがな。だっはっはっは、怪しい魔法で俺のジャンプ力は向上した。ブンブン、相手が悪かったわね。マリオだったら苦戦していたかもしれないけど、今回はこのキノコ姫だから。え、ちょ、はあ、俺のジャンプ力なんてこの姫様に比べたらゴミみたいなもんじゃねえか。キノピーチのジャンプはジャンプじゃねえからな。ドーピングの意味なかったー。あら、もうおしまい。ブンブン、次は別の能力を強化してね。極寒の土地に幽霊屋敷とか、どんだけ冷やしたいのよ。やあいらっしゃい。あたしお化けとかそういう類のもの信じてないのよ。え、いや僕のこと見えてるでしょ。見えてるけどあなたはマシュマロでしょ。僕ってマシュマロだったの。混乱してるー、相当混乱してるー。焚き火、マシュマロ、炙る、うまい。やあ、狙われてる。幽霊屋敷、サクッと抜け出せるといいな。そうだな、変な仕掛けとかないといいぜ。早速変な仕掛けが出やがったわ。大丈夫よ、道に迷ったら、あのマシュマロから答えを炙り出せばいいわ。マシュマロだけにね。その扉に入ってくださいませ。自分から教えてくれたよ。その後も隠し扉を探してここまで進んでこれたぜ。キノピーチのおかげで全く怖がらずに済んだわ。あたしはとっても楽しかったわ。僕たちはすごく怖かったです。このままゴールまで突っ走るわ。おお、ナイスゴール。これにて幽霊屋敷、クリアだぜ。あ、前に戦ったことがある。キャサリン。ウェンズデイ。こいつらバカなのかしら。バカです。ちょっとあなたおしゃべりしている暇なんてないわよ。何よこのピンクキノコ。私と色が被ってるじゃない色が。言っておくけど私の方が先にピンクだったから。いやいやいや、私が先よ。何このしょうもない言い合い。ピンクカーメ、リーチかかってるわよ。ウェンディーよウェンディー。隙を見計らって踏みつけだ。思いっきり踏んであげるわ。踏めるもんなら踏んでみなさい。踏むんじゃないわよー。騒がしい戦いだったぜ。ウェンディーに勝ったー。これで次のステージに行けるね。それはどうかな。ようやくあの極寒のステージを抜け出せたわ。なんか右に明らかに毒の沼っぽいのがあるんだが。白目向いてる。驚くところそこ。一体何の用よ、白目船。
なんだ帰ってなかったじゃねえか。キノピコが連れ去られたー。ピーチ姫と勘違いしたのかな。キノピーチになってねえのにか。次のステージはクッパの白目船の中ってことね。大砲がいっぱいあるみたいだから気をつけて進まないとね。空飛ぶ船の中を移動できるなんて楽しそうね。そのロボット、モテるんだね。すぐ捨てたけどな。さすがはキノピコ、全く動じずに進んでるわ。キノピーチになれば破格のジャンプ力でもっと楽に進めるだろうな。早速キノピーチに、変身。これでもっと楽々に進めるよ。ふんわり優雅に進むわよ。あのスターコインもキノピーチなら簡単に取れるわね。スターコインって各ステージに3枚あるけど、全部集めたら何かいいことが起きるのかな。自分の家の庭から石油が出てくるとか、宝くじで3億円当選とか、絶対にそんなことはありません。私がピーチ姫に代わって今後メインキャラになるとか。どうしてどいつもこいつも己の願望にまみれているんだ。隠しステージとか出たりするのかもね。そうかもしれないな。それなら集めて出してみたいぜ。あれ、こんなところにピーチ姫、戻ってきた。ひぃー、なんつう破壊力。あのキラー、ストーカーよ。ホーミングするキラーか、厄介な奴が出てきたな。待ってピーチ姫。あなた随分としつこいわね。それに私はピーチ姫じゃなくてキノピーチ。キノコ、キノコが食べたいのかい？自爆してくれてよかったー。壁に当たるまでずっと追いかけてくるのかと思ってビビったぜ。ピーチ姫、キノコ並べに天狗だけがおすすめだよ。それがキノコだろうが、それにキノコが食べたいなんて一言も言ってない。あの不気味な魚も何なのか気になるね。触ったら規制を上げそう、気持ち悪。っていうかあの声の主はどこにいるのかしら。この船のどこかにいそうだけどな。それじゃあ下に降ります。ああ、クッパジュニア。ここまでよく無事にたどり着けたな。あの時の声はあんただったのね。そうだ、だが今さら気づいたって遅いぞ。お前をここで倒してお父さんにお小遣いたんまりもらうんだ。ずるい、私にもちょうだい。お前何もしてないし僕たちの敵だろ。出たな、ホーミング式キラー。そのキラーはしぶとくお前を追ってくるぞ。二体目だと。あっはっはっは、これは愉快愉快。うざったいもの出してきて。あ、いけるかも。ナイス、クッパジュニアにぶつかってくれたわ。そう、どうして僕が食らっているんだ。今度こそ、やっちまえ。左右からキラーが。このキラーはホーミング式じゃないから簡単に回避できるよ。ホーミング式高いからあまり使いたくないんだよなぁ。高いのかよ。ひらりひらりと避ける私はまるで、この海の人魚姫ね。海流に乗ってるキノコだろ。なんだとこの野郎。女を怒らせると怖いわよ。はっはっは、まさか。女こえー。キノピコ、キラーを誘導するのが上手くなってる気が。このままじゃお小遣いもらえないじゃないか。今度は盾からだ。お願いだから当たってくれ。坊や、残念だったわね。なぜだ、このキノコ、泳ぎが得意なのか。それもあるけどもっと他のところだろうな。さあ早くキラーを出しなさい。言われなくても出してやるさ。あれ、ちょっと早い。オラオラオラー。どうしてー。